モテギ・ケイザブロー初代、モテギ・ケイザブローから1935年は、日本の商人、醤油醸造家、実業家、日本醤油社長、千秋社理事、日本醸造工業相談役、続席は、千葉県平民、かつ海州下佐国の出出身、モテギ・ヒロジの長男、あるいは二代モテギ・ボー・ゴローの長男、ケイザブローは、 父が成居の際まだ幼少であったのでその姉に、婿養子を迎え、某五郎家の相続人としたため自然拝着の姿となった。分家して、一家を創立した。東京に出たが、勝海舟に、帰って稼働に励めと言われ、野田へ帰った。課長某五郎の号を助けるため他の雇い人と方を、並べ好んで労働に従事し、骨身を惜しまず海外宿立ち働いた。 しかし、K、ケイザブローは労働のみの人ではなかった。多年実地についていたところの経験に加えがくりを応用して、主事の発明改良を図った。醤油醸造業を営んだ。また、銀行会社の重役であり、日本醤油社長、日課生命保険、野田醤油閣、取締役、野田醤油銀行、千葉県農工銀行、日清製粉、総武鉄道、北総鉄道、 小田上油各監査役等を務めた。慶三郎は、千葉県海上軍富浦村の飯田家次男勝次を、養子市に迎え、二代慶三郎とした。住所は、千葉県東勝飾郡の田町。千葉県在籍、ありがとうございます。